はい、皆さんこんにちは。今回はね、ちょっと懐かしい、まあ、70年代から80年代ぐらいを中心にしたね、アニメ特撮ものについてちょっと語っていこうかなと思うんですよね。まず、そうですね、まずロボットアニメというのはね、昔ね、昔というか、まあ、今でもあるでしょうけど、その特に昔流行ったわけですよ。マジンガー Z とかね、ああいうのがね。で、まあ、どっかのマジンガー Z の方が結構ロボットアニメの代名詞みたいな感じなんですかね。でもね、私の中ではむしろね、ゲッターロボなんですよ。ゲッターロボ。あれ、あの、ロボットアニメといえばね、ゲッターロボなんですよ。あれもなんかね、当時見てた時はあんまりね、設定とかあんまり考えてなかったんですけど、なんか今からね、話を、ウィキペディアとか調べてみると、ゲッター船というのもなんかね、そう宇宙船があって、なんかそういう、まあそういう宇宙船があるってことになってて、それを研究するという、なんかそれはすごい威力があるらしいんですね。まあそういう研究をするね、早乙女博士というね、博士がいるんです。で、まあ研究所が出てくるんですよ。早乙女研究所だったから、まあとにかく研究所があって、博士がいるんですよ。で、その頃なんかね、とにかく共有人というか昔いたらしくて、それがなんか復活してきて、こう、なんかこう、攻めてきたということで、その攻めてくるとき、これがまたね、メカザウルスという、なんかロボットなのか恐竜なのかよくわかんないんですが、まあ、一応ロボット、まあ、メカなんですかね、ロボット的なものなんですかね。うん。で、ゲッターロボがね、それやっつけるんですが、この時の、ね、爆発がまたすごいんですよ、これ。ぐわーってこうね、キノコ雲がもう立つんですよ。これね、だからまあゲッターロボがこうやっつけて、もうすぐ爆発するぞという感じで、ゴゴゴゴゴってこうね、ああ、もうすぐ爆発するという感じになるんですよ。その時にね、そこでこう、ピシュンってこうなんかね、光がピタッて光るんですよ。ピシュンって言ってこう、ピタッて光ってね、そこからね、ドガガガガーってすっごい爆発してね、で、もうこう、うわーもうこう、キノコ雲が出てくるんですよ。あれはね、どう見てもこれ核爆発がモデルになってるんじゃないかなという気がしますね。あれちょっと普通の爆発じゃないですよ、あれ。だから、ちょっと、だから、広島でね、ピカゴンって言葉あるじゃないですか。だから、ピカッと光ってドーンと。ね、あれをなんかね、ピッシュンっていうのね、ピカッていう、あれをね、モデルにしてるんじゃないかなと。だから今だったらね、そんなのやったら、あいつはなんか不謹慎だと言われるかもしれないし、あ、でも当時でもそう思ってる人もいるかもしれませんけどね。でも、まあ、そんな感じだったんですよ。うん、まあ、もしかしたらそのね、空間も、あえて何か考えがあってそうしてたのかもしれないし、別にそれは言い悪いはね、わかりませんけど、なんとも言えませんけどね。まあ、とにかくすごい爆発だったわけですよ。でね、あんだけ、仮に核爆発であろうかなかろうか、まあ、核爆発のレベルの爆発なんだが、まあ、放射線は出てそうですよね。で、博士はあれね、そういうガラス越しに見てたわけですよ。だから、博士ね、あれ絶対ね、被爆してますよ。被爆してます。だからね、毎回被爆してるからね、博士は、遅かれ早かれね、白血病になってますよね。絶対そうです。だから、あそこに出るキャラも、もうみんなね、そのうち白血病になってるはずですよ。あれね。まあ、あれだけのロボットを作るだけの科学はあるんで、だから白血病も今と同じ程度には治せるようになってるのかもしれませんけどね。うん、まあ今もね、まあ、種類によっては白血病って、まあ、かなり治るようになってますからね。まあ、そのぐらいの設定なのかもしれませんけどね。あれはね、みんな被爆してますね。みんな白血病になってますね。大変ですよ、あれ。だからね、だから、メカザウルスは、核の機構が中に入ってたのかどうなのかわかりませんけど、これは鉄腕アトムが、あれ確か、あれもなんか原子力かなんかじゃなかったですかね。で、10万馬力ってことになってるんですけど、あれ、でもこれ原子力だとすると10万馬力って逆に中途半端すぎませんかって話ですよね。そんな風に、うまく制御できるぐらいだったら、まあ、苦労しないよって話なんですよね。もう今の時代からするとね。まあ、あれなんですよね。まあ、
そんなね、原子力の気候をこう運んでたらもうそれ自体が危なっかしくてみたいな話でね、使い物にならない どこかもう、とにかく どっかにしまっておかなきゃ危ないでしょみたいな。だから、どうやってこう、いや、作ってしまったら、いや、これまずいから、どうやって解体するかみたいな、まあ、そんな話なんですけどね。まあ、それが活躍してるんですかね。まあ、ね、あの頃はその科学技術は、に対するこうね、すごく、まあ、憧れと言いますかね、まあ、信頼があったんでしょうね、あの頃はね。あとは、マジンガー Z、これマジンガー Z の系列なんかな、グレンダイザーとかいうのもありましたかね。そこら辺のね、あの辺の時代はこう、ロボットものがいろいろあったんですけどね。これ、あとこれロボットかどうか、ロボットなんか、ロボット、あれロボットだったかな。なんか、ゼロテスターってのがありましたね。ゼロテスターっていうやつですよ。なんか、000のコールサインみたいなね。なんか、あれもロボットに乗り込んでたかな。謎を解くゼロテスターっていうのがありましたよね。あと、鉄火マンっていうのがあったかな。あれは、なんか、宇宙人が攻めてて、このなんか、リープ工法かなんかやるんですかね、宇宙人が。これリープ工法っていうのは、まあ、超高速なんですけど、ワープとはまたなんか違うんですかね。まあ、ワープの一種かもしれませんけど、このなんかリープ工法っていうのをやるんですよ。で、これもね、立花博士と、まあ、これも博士がね、出てくるんですよね。立花博士というのが、その研究しててね、これは地球一の科学者なんですよ、立花博士。で、なんですけどね、このね、リープ工法は、なんかそれのための方程式っていうのがあるらしいんですよ。で、立花博士もなんか、それに近い方程式までは見つけてるんですけど、まだね、完璧な方程式じゃないんですよ。で、なんかね、地球の側に、なんか宇宙人出身なのか、宇宙出身なのか、なんかそういうなんかキャラが、いて、まあそれ宇宙出身って、時には秘密にしてるのかな？まあとにかくアンドロだったかな、何だったか、まあなんかそんなね、とにかく宇宙の側に関わりのあるね、キャラがね、地球の側に入ってるんですけども、その、キャラがね、立花博士の方程式を見て、おお、さすがは地球一の科学者だなって、でもその方程式じゃリープ工法は無理だなみたいなことを言うわけですよ。いや、これ、お前一体何者だよみたいな話ですよね。で、立花博士もね、この男、もしかすると正しい方程式を知ってるんじゃないだろうかみたいなことを、まあ、思うわけですけど、まあまあ、おそらく知ってるんでしょうけどね。まあ、そういうね、って何者だよみたいな。まあ、そんなね、なんか出てきたりとかね。あれもなんか最後終わり方が不思議で、なんか、これから戦うぞみたいなところで終わってるんですよ。あれもそういう終わり方の、まあ、思考もあるのかもしれないですけどね。まあ、なんか不思議な終わり方ですよね、あれも。あとね、まあ、これ、ロボットというより、サイボーグもありましたよね。キャシャーンとかね。あれもなんかね、心臓人間のキャシャーンなんですけど、あれね、私、ずっと心臓人間の心臓とか、左胸にある心臓のことだと思ってましたよ、あれ。だから、なんか知らないけど、心臓がすごい人間なんだろうな、みたいな。あれね、絶対ね、そう思ってた人、私以外にもいると思いますよ。心臓に。だから漢字を見ればさ、わかるんですけど、いちいちそんなのあんまり見てないんですよね。子供としてはもうそんなのいちいちあんまり注意して見てないんですよ。ただ、心臓人間っていうのは、聞こえてきますか、言葉でね。だから、とにかく心臓、すごい心臓の人間なのかな、みたいな。まあ、そんな感じだったんですけど。シャシャーンがやらんでば誰がやるみたいなね、そういうやつでしたからね。あとこれ、これサイボーグ、これサイボーグとは違うのが、バリル2世のね、あれは超能力なんですけどね。まあ、あれもでも、ほとんど、まあ、サイボーグみたいなもんなんでしょうけどね。なんか知らないけど、とにかく超能力あるんですよね。なんかいろんな設定がある みたいですよね。実際見てるときってね、そんな設定なんか、あんま考えてませんからね、子供はね。
まあなんかね、まあなんかロデムとかこうポセイドンとか、ロポスとかなんとかが出てくるわけですよ。で、まあまあなんか、ああなんかやってるなみたいな、うん、超能力すごいな、みたいな、まあそんな感じですよ。設定がどうこうとかあんま考えてませんよね。あとで、まあ超能力という、この魔法というのはありますよね。なんか、あの秘密のアッコちゃんとかね。あれは、あれもね、テクマスマヤコンですよ。なんか呪文があるんですね。あのね、秘密のアッコちゃんです。あれが、あのあたりか、ブレイクしたんですかね。あと、アッコちゃんはなんか、鏡かなんかをね、見てましたけど、あとなんか、バトン使うやつも結構ありましたよね。リミットちゃんだったかな。ああいうのもバトン使ってて。あとね、これ実写撮ったと思うけど、コメットさんっていうのはありました。あれも確かバトン使ってたんじゃないですかね。あれも、なんかね、コメットさん、はーい、みたいな。そんなあれがありますよ。なんだったら、なんかそんな、始まりか終わりかになんかそんなのがあったんですよね。あと、まあ、その系統でいろいろあったんだけど、あの、魔女っ子メグっていうのは、その系統では、まあ、結構おしゃれだったなっていう感じで、魔法の系統のやつだよね。あれのおしゃれさはちょっと、すごかったなと。魔女っ子メグ、なんかおしゃれな感じでしたよね。あとまあ、実写版だとね、まあ、魔法ものよりも、やっぱりこう、なんか、なんか戦うやつが多いですよ、ね。なんかウルトラマンとかね、仮面ライダー。なんか V3 がすごくなんかイメージ残ってますよね。あれもなんかショッカー、あれショッカーが出てくるのあれだったかな。あれだね。ショッカーというのもなんかわけわかんないですけど。でもね、悪役ってなんかすごいわかりやすいなんか名前になってるのありますね。ワルダーとかね。ワルダスターは、テカマンだったかな。いや、ワルダーは、機械だ、ゼロワンかなんかでしたかね。いや、しかし、ワルダーはもうほんとそのまんまでしょ、とか。ワルダスターとかね。もうほとんどネタですよね、ほんと。そうね、もう、あと、実写だと、なんかね、サンダーマスクっていうのがあったかな。1万年のお眠りから目覚めた勇者はっていう、なんかそんなのがあって、でちょっとね、サンダーマスクとこう紛らわしいんだけど、サンダーバードっていうのも確かありましたよね。あれまた全然違うような、なんか人形みたいなのが出てきて、なんかわけわかんないんですけど、なんであんな人形みたいなの出すのかね、なんかそういうのがあったんですよね。で、あとは、サンダーバードみたいなね。実写だと、なんかね、もうちょっと実写っぽいものだと、なんか赤影とかいうのありましたね。忍者とかでね。赤影三条みたいな。赤影と青影と白影がいて、青影が子供だったんですかね。で、白影はなんかちょっと歳がいってて、みたいな。なんかそういうね、ものがありましたけどね。手裏剣こう、投げるんですかね、手裏剣。手裏剣シュッ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 みたいなね。あと、解決ライオン丸とかがあって。解決ライオン丸だな。なんか、もう名前だけで解決するというイメージですからね。もう、まあ、これはね、それはすごいんですよ。解決ライオン丸ね。あと、なんか、バロンワンというのもありましたね。あれもなんか、バロロロロロロロっていうのなんかね、なんかそんなこと言ってましたけどね。なんかね、もう名前がね、バロンワンってなんか美味しそうなイメージなんですね。バロンワンってな。なんかね、いいなぁと。超人バロンワンとか、そんなんだったらな。まあ忍者で言うと今度はこれは漫画のアニメの方ですけど、ガッチャワンってありましたよね。なんか、科学忍者隊みたいな。あれ、火の鳥でしたっけ？なんかそんなのをね、なんか。もう、みんなで集まってるから、火の鳥っていうのができるんですよ。なんかそういう。
そういうのがね、できたりとかね。あとね、まあ今なんかこうね、こう、セミも鳴いて、こう、いかにも夏休みっていう時期ですけどね。夏休みってなんか午前中にやったとなんか漫画の時間帯あったじゃないですか、テレビのね。なんか、あれね、毎年なんかど根性ガエルっていうのをやってました。あれね、ど根性ガエルはね、毎年やってましたよね、なんか。で、結構時間の枠も長くてね。あれ、なんか良かったんですね、あれ。そんななんか、派手な設定とかじゃないんですけど、あれなんか面白いんですよ、ど根性ガエルね。あと、まあ、トムとジェリーとかね。あれはまたなんか、感じがだいぶ違うんですよ、トムとジェリーと。それとこう、まあ、なんかいろいろあったけど、アサリちゃんもやってたこともあったし、あとなんかメガニが出てきた、なんかポロンだったかな。なんかその、そういうのがあったりして、なんか気分、メガニチーク気分とか、なんかそんな歌があったりとかしてね。で、あのね、夏休みの、そのね、午前中の、あの漫画見たらもう宿題なんてもうやれませんよね。だって、まず朝やらなかったら、だいたい昼もやらないわけですよ。で、昼やらなかったら夜もやらないわけですよ。もうこのドミノ倒しのね、もう、まあ、ドミノ倒し理論っていうのはもう成り立ちますから、もう数学的基本法みたいなもんね。これはもうできませんよ、これ。だからね、だから日記とかって大体もう最後の何日かでこう適当に書くじゃないですか。もうね、ほんともう困りましたね、ほんとに。まあそれで、まあ日記はまだしもね、朝顔の観察とかね、そういうのあったら困るんですね。これね、ごまかすの難しいですかね。まあそれでもまあなんとかごまかすんですけども、いやもうほんと困りますね、ああいうのね。だから何してもね、夏休みに宿題出すって野暮ですよね。もう夏休みはもうね、パーッとこう遊ばせてあげなきゃ。もうね、もう宿題なんかなしでいいんですよ。まあ、といってもね、まあ、そうすると学力格差とか余計広がるんですかね、やっぱり。勉強にこう、ね、モチベーションがあることないことで、まあ余計広がることもあるんでしょうか。まあ、それ緩和するためには、まあ、ある程度はしょうがないのかもしれませんけどね、でもね、もっと少なくてもいいと思うんですよ。まあ1週間ぐらいで終わる程度にしてもいいと思うんですけどね。まあですよね。まあまだまだね、こういろいろあってね、まあ、宇宙戦艦ヤマトとか、まあ、銀河鉄道39とかね、まあそれもあるし、そうタイムボカンシリーズとかね、まあ、いろいろあるんですけどね、まあまだまだ。まあ、ちょっと、時間がね、かなり来ましたんで、また、それはね、また、次回にでもね、またの機会に、ね、話そうかと思いますけども、まあ、ということでね、まあ、今回は、まあ、70年代、80年代のね、懐かしいアニメ特撮ものということでね、語ってまいりました。まあ、今回のね、動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。またね、コメントなんかもいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。